あら皆さん、こんにちは。イずいこです。それでは今回なんですけども、速報メルペイで最大70%還元が再び、後払いが条件解説ということで、今回はですね、あのメルペイでゴールデンウィーク以来の実質最大70%ポイント還元のキャンペーンが開催されるということでお伝えをしていこうと思います。ということですね、まだこちらはですね、あの、公式には出てないんですけども、ツイッターで少し話題になってたので、そちらの画像から見た情報をちょっと私の方で文字にしました。 まず70%ポイント還元ということ。そしてメルペイの後払いでのお支払いが条件。期間は6月の14日の金曜日から6月の30日、日曜日までとなってます。で、お一人様は期間中、上限が2000ポイントまでということですね。で、支払いは ID となってます。で、対象店舗がセブンイレブンもしくはファミリーマートかもということなので、まあ見る限りはですね、メルペイの後払いを使ってほしいなという感じのキャンペーンに見えます。まあまだ公式の発表がされてないので、もちろん変更がある可能性があるので、ご了承ください。 ということで、今回はメルペの後払いの機能について先に見てい,いこうかなというふうに思っております。でまずメルカリでもお店でも お買い物はメルペ後払いということで、メルペ後払いのメリット1、売上金やポイントがなくても後払いで今すぐどこでもお買い物ができます。メルカリ内のお買い物ではなく、コンビニや飲食店など全国の店舗でご利用いただけますということですね。次2番、お支払いは翌月末までで OK。お支払いは利用月の翌月末までコンビニの端末などから現金でお支払いいただくか、指定の銀行口座からの自動振り替えがご利用できます。で三。 お店でのメルペイ後払いを設定するとご自身で利用上限金額を設定することができます使いすぎる心配がなくなるため安心してご利用いただけますご利用上限に達した場合も 翌月末までお支払いしていただくことで、また後払いをご利用できるようになります。4、今なら支払い手数料無料でご利用いただけます。お店での後払い設定をして、あなたの身近なお店でお気軽にメルペ後払いをお楽しみください。ということで、あの、現在はですね、キャンペーン中ということもあって、6月30日まで手数料が無料で使えるようになっております。ただですね、あのメルカリの登録をされてない方がいましたら、下の概要欄に招待コードとリンクを載せてますので、今だと登録したら招待コードを入れて300ポイントもらえますので、ぜひ使ってみたい方は登録して してみてみくださいということで、今回はメルペのキャンペーンと後払いについてお伝えをさせていただきました。設定方法に関しては別の動画でまた解説をしたいなと思います。でまだ現時点ではですね、公式発表がまだ出てないので、もし公式発表がされたりとか、変更点などがあれば、随時また動画にしたいと思います。一応ですね、あの僕の方であるコンビニの店員さんにこのことを聞いたらですね、ちょっと知ってるっぽい雰囲気だったんですけど、まだ教えられませんというふうにきっぱりと言われました。なので、黙ってですね、正式発表をまた待ちたいと思います。と,いうことで この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。